お邪魔します。ああ、やっと来たか。ドロシーのやつ、珍しくちゃんと伝言できたみたいだな。そういえばお前ら今日も勝ったそうじゃねえか。ドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってきたぞ。まあね。それでナイアルさん、例のことなんですけど。おっと、早速本題かよ。ほれ、主だった連中の経歴は集まったぜ。これって王国軍の？ああ、機密度は高くないが、一応持ち出し禁止の書類らしい。無理を言って軍の知り合いに借りたんだから他言無用だぜ。了解しました。それじゃあここで読ませてもらっちゃうわね。アラン・リシャール大佐、七王歴1168年、リベール王国ルーアン地方で生まれる。士官学校を首席で卒業した後、カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される。1192年の百日戦役において、カシウス大佐の部下として反抗作戦で多大な戦功を挙げる。カシウス大佐が退役した後、軍作戦本部のスタッフに抜擢され、組織改革に多大な功績を残した。1201年、情報部の設立を提案。アリシア女王陛下の承認を得て、情報部の初代司令に就任する。なんというかエリートっていう感じね。主席だって主席。確かに切れ者って感じだからね。シード少佐から聞いた通り、10年前の戦争で父さんの部下だったのは間違いなさそうだ。父さんって本当に大佐だったんだ。そんなに偉かったのに、なんで辞めちゃったのかしら。カローネ・アバルティア大尉、父王歴1175年、リベール王国王都グランセンで生まれる。士官学校を優秀な成績で卒業後、軍作戦本部のスタッフに抜擢される。1201年、情報部の設立と同時にリシャール大佐の推薦で情報部に異動。以後リシャール大佐の副官として作戦指揮の補佐をする立場にある。優秀な成績で卒業って、これまたエリートって感じね。任官されてからリシャール大佐の下でずっと働いてきたみたいだね。忠誠心は固いみたいだな。ドランス・ベルガー少尉、年齢国籍不明。傭兵部隊ジェスター両兵団に所属していたところ、リシャール大佐の招きに応じて情報部の一員となった。それ以前の経歴は不明。あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだ。しかも元傭兵で経歴不明ってどういうことよ。わからない。イエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけど。へえ、そうなんだ。戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしら。うん、そうかもしれないね。ジェスター傭兵団、どこかで聞いたことがあるような。ありがとうナイアル、なんとなく敵の姿が見えてきたわ。お役に立てて何よりだぜ。こちらも資料を調べてるうちに面白いことがいろいろと分かってな。面白いこと
ですか？例えば指名手配されている親衛隊のユリア中尉だが、士官学校でカノーネ隊員と同学年だったらしいぞ。へえ、そうだったんだ。その割にはあの二人あまり仲が良さそうには見えませんでしたけど。なんでもお互い首席を争うライバル同士だったらしくてな、文のカノーネ、武のユリアと好対照な二人だったらしい。なるほど、なんとなく想像できますね。ユリアさん凛としてて昔の騎士みたいだったもんね。それからこれは軍とは関係ないんだが、お前らクローディア姫という名前を聞いたことあるか？クローディア姫、どこかで聞いたことあるわね。確か海難事故で亡くなった王太子夫妻の忘れがたみですね。女王陛下のお孫さんにあたる。ああ、あまり有名じゃないが直系中の直系とも言える女性だ。いつもはグランセル城の女王宮で暮らしてるらしいが、その姫殿下の見合い相手をある人物が探しているらしい。見合い相手か。お金持ちの家はそういうのも珍しくはないって言うけど、なんだかちょっと気の毒よね。エステル、論点はそこじゃないよ。この場合ある人物というのが問題なんですよね。さすが鋭いじゃねえか。え、その人物って？ああ、なかなか鋭いな。実際に他国に人を派遣して有力候補を探そうとしているのはリシャール大佐らしいんだな。やっぱり。でもおかしくない？なんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけ？だから面白そうな匂いがプンプンするんじゃねえか。というわけでそのあたりのことは頼んだからな。え？明日の試合に勝ってお城の晩餐会に招待されたら、そのあたりの情報を探ってこい。つまりそういうことですね。ああ、なるほどね。まったく、道理で気前よくいろいろと教えてくれるわけだわ。これだけ調べてやったんだ、ギブアンドテイクは当然だろ。確かにいろいろと助かりました。仕方ないわね、何か分かったら教えてあげるわよ。へっ、そうこなくっちゃな。まあお前らに頼らなくてもうまくいけば今日中にも。おっと、もしもし、こちらリベール通信社。ああ、お前か。ずっと連絡を待ってたんだぜ。何？今から？わかった、これからそっちで落ち合おう。何何、どうしたの？ちょっとした野暮用でな、今から人に会うことになった。大変ですね、もう日が落ちるのに。もともと俺は夜型でね。それはあのマイペース娘の新人研修をしてるうちに朝型に変えられちまったんだ。って、そんなことどうでもいいか。俺はこれから出かけるが、お前らゆっくりしていけよ。うん、分かったわ。お仕事頑張ってね。お前らも明日の試合絶対に負けるんじゃねえぞ。さてと、私たちはどうしよっか。そうだね、とりあえずギルドに寄ってからホテルに帰るとしようか。ナイアルさんが調べてくれたことを報告しておいた方が良さそうだ。うん、了解。
エステルさん、ヨシュアさん、リベール通信の方はどうでした？何か情報を教えてもらえましたか？はい、実は。なるほど。ロランス少尉というのはイエーガーの出身でしたか。ジェスター両兵団、聞いたことのない名前ですが、調べた方が良さそうですね。ギルドと両兵団には交流があるんですか？いや、どちらかというと商売敵のようなものですね。我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、彼らの場合はそれが商売です。紛争の絶えない辺境などでは、民間人の安全をめぐって対立することが多いんですよ。あんま好きになれないかも。でもそれなら情報なんて手に入りっこないんじゃない？そこはそれ、蛇の道は蛇と言いまして、情報を集めるのに 2,3 日はかかるでしょうから、決勝には間に合いませんが、それでも構いませんか？あ、うん、大会だけの話じゃないしね。よろしくお願いします。あとはクローディア姫の結婚相手を大佐が探しているという話ですが、実は少々それに関係する情報がないわけではありません。っていうと？どうやら女王生誕祭の当日にエレボニアの皇族が来るそうです。名前はまだわかりませんが、かの国の皇族がリベールを訪れるのは10年前の侵略戦争以来のことです。なるほど。先ほどの縁談話と関係がありそうな感じはしますね。エレボニアの皇族か。どういう人たちか全然知らないわね。っていうか帝国人の知り合いってオリビエくらいしかいないし。ちなみにクローディア姫は16歳になったばかりのはずです。確かに結婚を急がせるのは不自然と言えるかもしれませんね。え、そうなの？私たちと同い年じゃない。上流階級で言えば社交界にデビューする年だね。でも昔ならいざ知らず、その年で結婚は早すぎるな。そうまでして急がせる理由が何かあるのかもしれません。調べてみる価値はあると思いますよ。うん、わかったわ。無事にお城に招待されたらそのあたりも探ってくるから。そのためには明日の試合を何とかして勝たなくちゃね。うん、少々危険かもしれませんが、これをお渡ししておきましょう。オート支部で管理している地下水路の鍵の一つです。グランアリーナの横にある入り口を開くことができますよ。ただそこから入れる区画にはかなり手強い魔獣がいますが。それこそ望むところよ。あいつらと戦う前にもう少し鍛えておきたかったから助かっちゃうわ。エルナンさん、ありがとうございます。なに、これも受付の役目です。ただし、あなたたち二人だけで入ろうとは思わないでくださいね。了解。朝、ジンさんたちと合流したら入ってみることにするわ。わあ、もうこんな時間だわ。早くホテルに帰った方が良さそうだね。おい、そこの君たち。あれ、兵士さんたちどうしたの？我々は巡回中のものだ。テロリスト対策の一環として本日から夜間のパトロールを強化することになってな。
それに伴って夜間の外出はなるべく控えてもらうことになった。君たちも早く家に戻りたまえ。夜間の外出を控えろってちょっと不便すぎるんじゃない？これも上の決定なのでね。申し訳ないが従ってもらおう。ところで君たちはどこに住んでいるのかね？僕たちは北外区にあるホテルに滞在しています。武術大会の期間中そこに泊まっているので。武術大会の期間中？待てよ、君たちの顔どこかで見たような気が。お、この子たち武術大会の決勝に勝ち進んだ出場者じゃないか。言われてみれば。あ、兵士さんたち見物してくれてるんだ。警備のついでにね。特に今日の試合は白熱の展開で興奮させられたよ。明日は決勝戦なんだろ。ホテルまで送っていくからゆっくり休まなきゃダメだぜ。わかりました。お言葉に甘えます。送ってくれてありがとう。どうもお世話様でした。なーに、自分たちは君たちのファンだからな。同じ王国軍なのにこういうことを言うのもなんだが、あの特務部隊の連中はいまいち好きになれなくてね。そうそう、何を考えているのかさっぱりわからないというか。トト、こんなことを言ったらリシャール大佐に失礼だな。ま、そんなわけで君たちの活躍には期待してるよ。明日の試合頑張ってくれよな。どうも。精一杯頑張ります。なんだか複雑ね。あの人たち本当に大佐の陰謀を知らないみたい。情報部の人間ならともかく、彼らはただの一兵卒だからね。上官から伝えられた情報をそのまま信じてるんだろう。私たちの応援もしてくれてるし、あんまり敵対したくないな。どちらにせよ一般兵とはことを構えない方が賢明だろうね。今夜はもう外出しないで部屋で休もうか。うん、オッケー。新人くんたち、今からシャワーを浴びようと思ってね。今日も汗かいちゃったし、早くすっきりしたいよ。やっほー。今日も汗。試合に備えて今日はなるべく早めに休むといい。有事に備えて常に体調を整えておくのも遊撃士の大切な役目だよ。
れ？今、何か物音がしなかった？部屋に入ると同時に、臨戦態勢のまま状況確認を。え？多分、侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性もあるから、気をつけて。ちょっと、冗談でしょ？頼むから僕の言う通りにして。なんだったらここで待っていてくれても構わない。冗談。覚悟はできてるから、とっとと中に踏み込みましょう。了解。あ！逃げられたみたいだね。でもおかしいな。人のいた気配がない。トラップも仕掛けられてないみたいだ。そんなことまでわかるの？どうやら置き土産はこれだけみたいだ。それって手紙？今夜10時、大聖堂まで来られたし、くれぐれも他言無用のこと。それだけ？大聖堂って西街区にある大きな教会のことよね。今夜10時っていうことはもうすぐか。怪しさ大爆発だけど、虎穴にいらずんばとも言うし。ねえヨシア、ここはお誘いに乗ってみない？ダメだ。どうしたの？ごめん、大声を出して。ほら、さっき兵士たちが夜のパトロールを強化してるって言ってただろ。西街区までは離れているし、見とがめられる可能性が高いよ。あ、忘れてた。だからといって放っておくのも気持ち悪いし。だから僕一人で行ってくるよ。え？こういう時は二人よりも一人の方が行動しやすいからね。兵士たちをやり過ごしながら大聖堂までたどり着けると思う。様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだ。だから君はここで待ってて。こら、私だって遊撃士の端くれよ。自分のことは自分で面倒見られるし、足を引っ張らない自信だってあるわ。もっともらしいこと言ってもごまかされないんだからね。エステル、僕はそういうつもりじゃ。私を信用してないわけじゃないのは分かってる。心配してくれているんだろうけど、多分それだけでもない。何か心当たりがあるってとこ？そんな素振りも見せてないのに、どうしてそこまで分かるんだい？そりゃ私はヨシア観察の第一人者だもん。なんとなく分かっちゃうんだってば。ここまでか。え？分かった。もう止めないよ。指定の時間までもうすぐだし、急いで大聖堂に向かうとしよう。あ、うん。でも約束してほしいことがある。何かあったら必ず僕の指示に従ってほしいんだ。一瞬の判断ミスが命取りになるかもしれない。うん、わかった。それじゃ急ぎましょう。
早速巡回してるみたいだね。もし兵士たちに見つかったら、ホテルに連れ戻されると思う。兵士たちの巡回をかわしながら、なんとか大聖堂までたどり着こう。
なんだお前たちは。やば、早速見つかっちゃったね。まったく人騒がせな。テロ対策のため夜間の外出は遠慮してくれ。あっちゃー、連れ戻されちゃったわね。もう一度トライするしかないか。さっき気づいたんだけど、一箇所を監視している兵士には極力近づかない方が良さそうだ。確実に見つからないようにするには遠回りするしかないと思う。なるほど。直接大聖堂のある西街区に行くのは難しいかもしれないわね。あと巡回している兵士だけど、夜で視界が悪くなっているから、よほど近寄ったり正面に立たない限り、あとそれぞれ決まったルートを巡回しているみたいだから。了解。それじゃあ行ってみますか。なんだ。なんだ、お前たち。
んとか到着したわ。気を抜かないで、エステル。先に僕が入るから、後からついてきてくれ。うん。ごめん、エステル。僕の勘違いだったみたいだ。え？来てくださいましたか。あなたは？ひょっとして周遊道で会ったシスター？その説はどうもありがとうございました。よくあんな伝言でここまで来てくださいましたね。あの手紙、シスターのものだったんだ。でも一体どうしてこんな思わせぶりなこと。なるほど、よ、あなただったんですか。え？ヨシュア君はなかなか鋭いな。では失礼して、暑苦しい服は脱がせてもらおう。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。久しぶりだな、エステル君、ヨシュア君。来てくれると信じていたよ。お久しぶりです、ユリア中尉。ルーアンの発着場でお別れして以来ですね。ああ、そうだな。さほど経っていないのに随分と昔のような気がするよ。ちょっと待って、なんでユリアさんがそんな格好をしているわけ？それとどうして私たちをこんな場所に呼んだりしたの？一つ一つ答えさせてもらおう。まずこの格好だが、七葉教会はリベール王家と昔から深いつながりがあってね。リシャール大佐の陰謀によって追われることになった我々をいろいろと助けてくれているのだよ。そうだったんだ。もう一つの疑問だが、君たちを呼んだのは他でもない。明日の決勝で勝利したら城の晩餐会に招待されるだろう。その時にグランセル城にいる女王陛下と接触してほしいのだ。虫のいい頼みなのは分かっている。だが手配された我々にとって城内に入り込む術は存在しない。もはや君たちだけが頼りなのだ。なんというか偶然ね。僕たちは陛下と会うために武術大会に出場しているんです。え？そんなことがあったのか。おう、エイドスよ、大いなる慈悲に感謝します。ならば私の方から君たちに頼むことはただ一つ、苦境にある陛下の相談に乗って差し上げてほしいのだ。うん、もちろんそのつもりよ。内政不干渉が原則とはいえ、この事態はさすがに見過ごせません。できる限りのことをさせていただくつもりです。かたじけない。それではこれを持っていくといいだろう。これって城の助監長をされているヒルダ夫人という方への紹介状だ。多分陛下はあの特務兵たちに厳重に監視されていると思うが、身の回りを任されている夫人なら君たちを陛下に引き合わせることができるかもしれない。へえ、そんな人がいるんだ。わかりました。その人を探して相談してみます。よろしくお願いする。情けないことだな。え？彼
関係に陥れられて、守るべき方を守れなかった屈辱。たとえこの命が果てようとも、奸賊を討ち、陛下をお救いすることで晴らさんと誓ったばかりなのに。君たちに力を借りるしかない無力な自分が情けなくてね。そんなに自分を追い詰めなくても。それに申し訳ないけど、明日の試合で私たちが負ける可能性だってあるんだし。君たちならきっと大丈夫だろう。あのカルバードの武術家殿も大した腕の持ち主のようだが、なんといっても君たちはあのカシウス大佐の子供なのだから。え？ユリアさんも父さんのこと知っているの？王国軍切手の父親にして剣聖と呼ばれた最高の剣士。退役前に士官学校の武術教官をなさっていた時にご指南いただいた。私の剣の師匠とも言えるお方さ。信じられない。父さん、棒術しか使わないのに。退役して遊撃士となった時に、剣は捨ててしまったらしいな。ただ敵を断つだけでなく、強きをくじき、弱きを助ける。そういう精神の象徴として、棒術を選ばれたと聞いている。そうだったんだ。私の棒術にそんな意味があったなんて。その精神は間違いなく君にも受け継がれていると思うよ。誇りに思ってもいいんじゃないかな。よしは。カシウス大佐が鍛えた君たちだ。必ずや優勝できると信じている。ユリアさんにそう言ってもらえるとなんだか自信が湧いてきちゃった。全力を尽くします。失礼、王都警備隊です。現在テロ対策の一環として主要施設の見回りをしております。夜分遅くに申し訳ありませんが、中を改めても構わないでしょうか。やば。まあ、ご苦労様です。少々お待ちください。すぐに鍵を開けますから。祭壇部屋の方に外に通じている裏口がある。君たちはそこから行くといい。うん、分かったわ。ユリア注意もどうか気をつけてください。なんか巡回を避けてるうちにこんなところまで来ちゃったわね。もうこっちの方には兵士はいないみたいだけど。うん、人の気配はないね。そろそろ夜間のパトロールも終わりみたいだ。少し休んでからホテルに戻ろうか。オッケー。うん、いろいろありすぎてなんか頭がパニック状態かも。確かに。まさか大聖堂で待っていたのがユリア中尉だとは思わなかったな。あ、そういえば結局ヨシアの心当たりはユリアさんじゃなかったのよね。ひょっとして前に会ったことのある人とか？それは。あ、ごめん、今のなし。ルール違反、ルール違反。エステル。
ヨシアが話す気になるまで出会う前のことは聞かない。気をつけてはいるんだけど、ついつい忘れちゃうのよね。エステル、僕は君と旅をしてきて少しは強くなれたと思うんだ。え？同じ空の下で生きているさまざまな人々のさまざまな人生、響き合う人の思いと思い、そんなものに触れることでなくしたものを取り戻せる。そんな気がしていたんだ。ヨシア？多分それは錯覚なんだ。だけどそれでも僕は君と一緒にいられることを感謝したいと思っている。この空と父さんと、何よりもエステル、君に。ヨシア。だから約束する。今回の事件が片付いて父さんも無事に帰ってきたら、僕の過去、君と出会う前のことを話すよ。本当？うん。この星空にかけて約束する。よし、決めた。エステル？なんていうか、モヤモヤが吹っ飛んじゃった。私も全部片付いたらヨシアに話すことがあるから。え？ああ、もしかして例の悩みのこと？そうそう、それそれ。覚悟してもらうからね。覚悟っていつでもできてるつもりだけど、だったら今すぐにでも。ダメだってば。やっぱりそういうのってタイミングがあると思うし、シチュエーションはすごくいい感じなんだけど。よくわからないけど、落ち着いて話をするためにも明日の試合は負けられなくなったね。もっちのローンよ、あんな連中に邪魔されるもんですか。乙女のパワーで特務兵どもをぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすってハハハ。君ってやっぱり父さんの娘だな。何よ、失礼しちゃうわね。あんな不良中年とどこが似てるっていうのよ。うん、そうだな。なんだか僕も明日の試合勝てそうな気がしてきたかな。